はい、現在私は神戸は元町駅前に出没しております。この元町駅前出ましてすぐ向かい側にあるのが餃子の赤満さんでございます。こちらののれんが気になってましてね、いずれは行かなければならないと思っておったんですが、今回やってまいりました餃子の専門店赤満さんでございます。いかな餃子がやってくるのでございましょうか。期待に胸が膨らみます。まあ、いつもねこのお店はね、お客さんでいっぱいなんです。だいたいこう店の外で立って待ってる人がいるぐらいの店なんですが、今日は観光客も少ないので、入ることがすんなりと入ることができました。まずは瓶ビール633でございますね。大瓶ビールいただきました。ぐいっと一発で飲み干すわけでございます。爽快でございます。非常に美味しい。さあそれではですね、焼き餃子なんでございますが、まずはね、作るところ見せていただきたいと思います。もう一杯飲むというようなところで、それでですね、餃子を来る前にやらなければならないのがこの味噌だれを作ること。味噌だれ、まずね味噌を2杯でございますね。味噌2杯、こんな感じで、黄金律ではラー油は1杯ということなんですが、私はね天の弱なのでラー油2杯させていただきます。それでお好みで酢と醤油を入れるということなんですが、だいたい黄金律では酢は2かけとなっております。まあ今のは1かけぐらいでございます。で醤油が半かけぐらいでございます。これではね、酢醤油がちょっと足らないという感じなんでございますが、よくよく混ぜ混ぜして、餃子がやってくるのを待つとしましょう。しっかり混ぜてですね、餃子がやってきた時ばっくりといただけるような感じ、濃厚なタレでございます。これが神戸のね焼き餃子の特徴、 B 級グルメでございます。期待に胸が膨らんでしまう私でございます。さあそれでは作るところを見ていきましょう。まあ餃子の王将でも一緒なんですが、大体作るところはね、作る道具もほぼ一緒でございます。東京でしたらねフライパンにこう丸く並べてなんていうのもあるんですが、関西はねこの四角のとこが多いですね。で餃子を並べましてね、でしっかりお湯を、でこれはこの間は強火でございます。しっかりとね蒸らすわけでございますね。でちょっとね半開きなんですよね、こうなんか蒸発を促すのでございます。それでもう水気がなくなった頃に焼き上がりでございますね。はい、やってまいりました焼き餃子でございます。ちょっとね小ぶりなんですよね。で中身はですねそんなに味は濃くなく、野菜が多いというような感じで、感じられます。ですからまたこの濃厚なタレにぴったり合うわけでございますね。程よく焼かれてましてね、パリパリと食感もよろしい。そしてこの濃厚なタレをつけさせていただいてですね、食べますとまたねビールがよく進みます。ビールとベストマッチングでございますね。まあ、この店ねもう餃子とビールとお水、これしかありません。ごちそうさまでした。はい、真鍋学山です。今回はですね、神戸の B 級グルメであります、餃子、焼き餃子のお店に訪れてみました。元町のね、三宮から元町にかけてずっ
とですね、餃子のお店っていうのが結構あるんですが、基本あの中華料理屋ではありません。餃子専門店でございます。そこの店がね、大体僕の記憶するところでも10店舗ぐらいあるんです。ギリギリ座るような狭いカウンター、テーブルが2つ3つあればいい方で、そういうところで餃子だけ注文する、でテイクアウトも多いというような感じで、お店の形態になっております。で特徴はですね、お醤油、酢醤油じゃないんですね、お味噌なんですよ。お店のご主人に伺いましたところ、お酢が2杯、ラー油が1杯で、酢が2かけ、醤油が1かけ、これが黄金率だそうですが、私はあの辛いのが好きなのでラー油を2杯入れましたが、画像ではですね、ちょっと醤油と酢が少ないという感じの量になっておりまして、後で足させていただきました。その話を聞きましたのでね、いつもですねこのお店はねいっぱいなんですよ。で夕方近くなりますと品物がなくなっちゃって、もう品物がないからもう入らないでくださいなんて何回も断られたことあるんで、今回はですね4時過ぎに行ったので、まだ餃子が在庫があるというような感じで、5時ぐらいには終わってしまうみたいな店なんですよ。そこでですね、ちょっと早いですが4時頃に行かせていただきました。案の定餃子は余っておりましたので、ビールのみのみ食べさせていただいたというようなことでございます。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。